聖地栄に鎖橋は、ハンガリーの首都ブダペストに架か,かる吊り橋である。全長380メートル。ブダペスト市内のドナウ川沿岸で最初に架か,かった、工場的な橋であり、西岸のブダ地区と東岸のペシュト地区を結んでいる。単に鎖橋とも呼ばれる。イングランドの義手ウィリアム・ティア・ニー・クラークが設計し、建設は、スコットランドのアダム・クラークの監督とハンガリー人。 生茶にイシュトバーン伯爵の支援のもとでなされた。橋の両側は彼らの名前を冠した生茶に、イシュトバーン広場とクラークアーダーム広場になっている。クラークアーダーム広場は、ハンガリー国内の道路の 0km 点となっており、原表が設置されている。ブダとペシュトは、ドナウ川を挟んで発展した町で、それらを結ぶ橋を建設しようという試みは15世紀、初頭以来、 何度も見られたが、いずれも成功しなかった。工場的な橋の代わりに使われていたのは、並べた船の上に橋を渡す、船橋や、一種のフェリーを利用する、飛び橋などであったが、いずれも冬場になると押し寄せる氷を避けるために、解体された。その代わり、その時期には、やがて凍った川を渡れるようになるので、それが橋の代わりになった。 19世紀になると、白尺清池に石戸バーンが、工場的な橋の建設を本格的に検討するようになる。彼が工場的な橋の必要を痛感したのは、1820年のことだったとされている。その年の12月に、父の不法を受け取った清池には、急いで駆けつけようと川を渡ろうとしたが、船橋などはすでに解体されていた。その一方で、 まだ川の上を歩けるほどには凍結しておらず、氷を避けて、向こう岸に届けてくれる渡し森を手配するのに時間がかかった。彼はこの時の経験から、工場的な橋の重要性を認識するようになった。聖地エニー・シュトバーンは1832年2月10日に、ブダペシュト橋同盟を発足させ、構想の実現に向けて動き出した。ブダペシュトという名称が初めて使われたのは、 この団体名だったとされる。同年7月にペシュト県が建設を承認すると、聖地へには翌月にヨーロッパにおいて、佳強の技術が進んでいたイギリスに赴き、橋の視察を行った。合わせて、メナイ橋をはじめ、多くの橋に携わった技師、トーマス・テルフォードとも会見し、流氷などによって橋脚が押し流されないようにする工夫として、 吊り橋なら少ない橋脚でも長大な橋を架けられると助言された。ウィリアム・ティアニー・クラーク・アダム・クラークこのイギリス視察中に聖地へには義士ウィリアム・ティアニー・クラークとも知り合った。クラークはマーロー教をはじめとして複数のチェーン吊り橋を建設した実績を持っており、その年の10月には最初の計画図をまとめ上げた。チェーン吊り橋とは メインケーブルにチェーンを使用する釣り橋である。19世紀初頭にはネックレスチェーンのような鉄輪をつなぎ合わせたリンクチェーンを使った釣り橋も複数建設されたが強度の問題などからあまり建設されなくなっていった。これに対して蒸気マーロー橋などで用いられているチェーンはアイバーと呼ばれる両端に穴の開いた細長い鉄板をつなぎ合わせて作業にしたアイバーチェーンで 自転車のチェーンなどに近いとも言われる。聖地へに鎖橋で採用されたのも、このアイバーチェーンである。W.T. クラークは設計はしたものの、実際には、ブダペストに赴いていた時期は、年間に1、2ヶ月程度と短いものだった。代わりに、現地で工事の監督に当たった技師が、アダム・クラークである。二人のクラークはかつて兄弟などとされることもあったが、 現在では、血縁関係自体が否定されている。アダム・クラークは、出自も経歴もはっきりしない人物で、様々な説がある。彼は、イギリス技術史協会の認定日誌ではなかったが、ドナウ川の春節用機械の建造に携わったのが、きっかけで聖地絵2の知るところとなり、聖地絵2は、彼が非認定日誌であることを承知の上で、経験豊富さを評価して、 橋の建設への協力を要請した。橋の建設には、従来の船橋や凍結した川を渡る際に、通行税を徴収していた部だし、ペシト市の当局に根強い反対論があったほか、従来の通行税を免除されていた貴族たちも橋の建設費用を負担するべきかなど、建設費用をめぐる問題もあった。これに関連して、1836年には、ウィーンの銀行家、 ゲオルグシナたちが橋の建設のために株式会社を設立した。1839年には防水石を建設するなど実際の建設が始まった。水中での作業にはイギリスから輸入された潜水服などが活用され、加工岩などはオーストリアから調達された。1842年8月24日には非公式が行われ、 1848年3月に起こった3月革命への影響なども受けつつ、橋の建設は続いた。ハンガリーの独立運動に対し、オーストリア兵が橋のアンカレージを破壊しようとしたが、アダム・クラークの起点もあって、失敗に終わった。代わりに、オーストリア兵が、橋上の上に置いた爆薬は木造だった橋上の一部を破壊したが、ファイバーチェーンは無傷だった。 その連鉄製のチェーンはイギリス製で1846年秋から1年以上かけて順次ブダペストに搬入されており1848年3月から実際にかけられ始めていたこの仮設作業では終盤に滑車が壊れ落下したチェーンによる死亡事故なども起こったが橋は1849年11月20日に完成した当初 建設様式から単に、鎖橋と呼ばれていた。この橋を、聖地江に橋と名付けようと提案したのは、ハンガリーでの革命で、指導的立場にあったコシュートラヨシュであった。現在の名前、聖地江に鎖橋は、こうした経緯からついたものだという。しかし、聖地江に自身は完成した時点で、病気療養中で、結局この橋を見ることも渡ることもないまま没した。 最初に完成した橋は、長さ410ヤード、幅39フィート、高さ海抜36フィート、首都の高さ160フィートであった。完成した時点では、世界最長の吊り橋だったと言われることもあるが、中央景観で言えば、スイスのフリーブールに、これよりも長い橋があった。ただし、成長に鎖橋については、建設途中の1846年の時点で、 世界で最も偉大な吊り橋と評していたアメリカの技師もおり高く評価されていた。下がないと言われるライオン像橋の両側のたもとにあるライオン像は1852年に設置された。手がけたのは彫刻家のマルシャルコーヤーの種である。このライオン像に関して下がないので除幕式の際に人々が彫刻家をからかい彫刻家は ドナウ川に投身自殺してしまったという逸話がしばしば紹介される。しかし実際は口の奥に舌はあり、彫刻家はライオンは舌を垂らさないという判断でそのように掘ったのだという。1870年に橋は国有化された。1877年のブダペスト工科大学の調査でいくつかの点について、 改修の必要のあることが分かったが、実際の改修は1913年まで行われなかった。ブタペストでは、成長に鎖橋の後、マルギット橋、フェレンツヨーゼフ橋、エルジェベト橋が建造されたが、こうした橋の建造は、都市人口の急増に対応するという側面もあった。言い換えると、成長に鎖橋に変わりうる橋が複数できたことが、 橋を何年も閉鎖して抜本的な改修を行うことを可能にしたのである。現在の重厚なアイバーチェーンと首都チェーン吊り橋は19世紀半ばには広く用いられていたが橋桁のみでなくかなりの重量になるアイバーチェーン自体も支える必要があることからより軽量なワイヤーケーブルがメインケーブルに使われるようになると次第に使われなくなっていった。しかし、 生地に鎖橋の改修を任された技師、ベッケとガリクは外観の大幅な変更を禁じられていた。アイバーチェーン吊り橋の外観を損ねないようにしつつ、交通量の増大にも対応できるように、チェーン自体の強化が図られた。従来の連鉄製のアイバーの引っ張り強さが3300から3 4 0 0ラム平方センチメートルだったのに対し、 新しい高張力校のアイバーの引っ張り強さは4900から5 6 0 0ラム、平方センチメートルで、アイバーチェーンの長さも倍増した。アイバーチェーンの身長に伴い、そこからぶら下がる、橋を吊り下げるハンガーの間隔も以前の2倍に当たる3.6メートルになった。この工事は1915年11月に終わった。ブダペストは、 第二次世界大戦中の1944年3月にドイツ軍によって占領されており、侵攻してきたソ連軍との間で激しい戦闘になった。ドイツ軍は戦略上の理由から同年12月から市内に架かる橋を次々と破壊し、聖地栄に鎖橋も1945年1月18日に中央警官が破壊された。聖地栄に鎖橋は 戦後に再建され、開通100周年にあたる1949年11月20日に、開通式が行われた。再建にあたっては、以前の姿を復元することは、もちろんのこと、川中に落ちた鉱材も可能な限り再利用された。セチーとパロタスという二人の人物の指導によって、再建された橋は、その鉱材の55%が再利用されたものだった。 聖地クにリ橋は1987年にブダペストのドナウガ市とブダ城地区の一部としてユネスコの世界遺産に登録された。1989年10月23日には共産主義体制の終焉を祝う市民たちがこの橋に集まった。現在の聖地クにリ橋はブダペスト市内に架かる橋の中で最も美しいとも言われヨーロッパ全体で見ても 特に美しい橋の一つであるとも言われる。この橋は夜になると美しくライトアップされる。日本語文献では、鎖橋の名の由来を電球が砂上に連なる美しい装飾によるものと説明している文献も少なからず見られる。車道と歩道とが存在する橋だが、6月中旬から8月中旬には、休日だけ歩行者天国になる。ありがとうございます。